ムラードバフ氏は、北、インド、ムガル帝国の皇帝シャージャハーンの4男。母は、ムムターズマハル。1624年10月9日、ムラードバフ氏は、ムガル帝国の皇帝シャージャハーンとその日、ムムターズマハルの息子として、ビハール南部のロータースガル城で生まれた。1642年にムラードバフ氏は、ムルターンの大使に任命されたのをはじめ、バルフ、デカン、ガブル、 1654年3月には、グジャラート大使とマールワー大使に任命された。1652年7月20日、ムラードバフシュは、サファビー朝の流れを組むシャーナワーズハーンの娘サキーナ、バーヌーベーグムと結婚した。彼女は、アウラングゼーブのヒディラース・バーヌーベーグムの妹である。ムラードバフシュ1657年9月、父ミカド、シャージャハーンが重病で倒れると、 ムラードバフ氏は行為をめぐって三人の兄、ダーラーシコシャーシュジャー、アウラングゼーブと争うこととなった。その際、ムラードバフ氏は、グジャラートのスーラトを攻め、その町の長官を降伏させ、スーラト城を略奪をした。その際、オランダ人から地雷を爆発させるという新発明を教わり、その技術をもって、スーラトの城壁を爆破することに成功したという。 ムラードバフ主がスーラト略奪によりある程度の金品を得たことは事実であり、彼に味方した人物に金品を分け与え、兵士らには給与を与え、さらに力をつけたという。また、彼が莫大な財宝を発見したという噂もインド中へと広まった。とはいえ、フランスの歴史家、フランソワ・ベルニエは、彼が噂に聞いて想像していたほどの多額の金を発見できなかった。 と語っている。金の行方に関しては、もともとそこに、そんな大金はなかったか、町の長官が横領していたのだという。そして、11月30日にムラードバフ氏は、父ミカド10秒を理由に、アフマダーバードで皇帝を宣言した。後、彼は、兄アウラングゼーブから、たびたび打診されていたシンド、パンジャーブ、カシミール、アフガニスタンを分け与えることによる同盟を受け入れた。 元より、末帝のムラードバフシュは、あまり裕福でなく、勢力も小さかった。1658年2月、病気から回復した父ミカド、シャージャハーンは、討伐軍を送ったが、アウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍はこれを、破った。4月15日、アウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍は、兄、ダーラー志向の派遣した、ジャスワントシングとカーシムハーン率いる軍と、 ウッチャイン近郊で戦闘を交えた。両軍はナルマダー川を挟んで退治したが、トカをめぐる攻防では、川岸にはよじ登るのも大変な交渉があり、川床には邪魔な岩があり、連合軍は攻めあぐねていた。この時、ムラードバフ氏は大胆にも自ら側に飛び込み、その中を豪遊を振るって進み、彼の軍もその後に続いた。 カーシムハーンはこれに驚いて逃げ、ジャスワントシングも手勢のラージプート兵を失って脱出し、この日の戦いは、連合軍の勝利に終わった。6月8日、アウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍は、兄、ダーラーシュコーとアーグラ近郊のサムーガルで戦闘を、交えた。ムラードバフシュは戦闘中、ラージュプートの武将ラームシング、ラードールに傷を負わされ、 彼の乗っているゾウの腹帯を切られ始めた。だが、彼は、ラームシングラートールやその配下のラージプートラに激しく、攻められながらも、一歩も引かずにひるまずに戦った。そして、同じゾウに乗っていた息子のイザードバフシュをかばいながらも、ラームシングラートールに一死放ち殺害した。その後、ラームシングラートールの兵士らが怒り狂い襲ってきた、こともあり、ムラードバフシュは、 傷の手当てのために一旦その場を離れた。一方、戦いの方はダーラー志向の軍の方で裏切りがあったために連合軍の有利に傾き、この日の戦いも勝利に終わった。ムラード・バフシュ戦闘後、ムラード・バフシュはアウラング・ゼーブと共にアーグラにすぐに入場し、シャージャ・ハーンを遊兵した。ムラード・バフシュはアーグラを出てデリーへ向かう途中。 共に興奮していたアウラングゼーブに会おうと考えた。彼の家来からはアウラングゼーブは何か良からぬことを考えていると忠告を受け、観願のシャーバーズは特に忠告していた。だが、7月7日の夜、ムラードバフ氏はマトラーでアウラングゼーブのテントへと訪れ、アウラングゼーブもまた敬意を持って接し、共に夕食をとった。食事が終わった頃、 シーラーズの上質なブドウ酒が、大瓶一本と、カーブルのブドウ酒が何本か運ばれ、大いに飲もうということとなった。ムラードバフ酒はもともと大酒のみであり、ブドウ酒をすぐに飲み始めたが、アウラング税部は熱心なイスラーム教徒だったので、そばにいるミールハーンといった武将らと飲むように言って、テントを出た。ムラードバフ酒は、ブドウ酒をたらふく飲み、やがてぐっすりと寝込むと、 ミール・ハーンはその召使いらを尻け、刀と、シャムダルと呼ばれた担当をその身から遠ざけた。アウラングゼーブはその後すぐに自ら彼を蹴って起こし、部下五六人が飛びかかって、手足に鎖をつけた。ムラードバフシュは、必死に叫んだがどうにもならなかった。彼はアウラングゼーブを信頼しすぎたのである。ムラードバフシュ、アウラングゼーブ、シャーシュジャームラードバフシュが叫び声をあ アウラングゼーブはまだ買収されてない者たちに夜を決して贈り物を送り続け、その給料の増額を約束したため、そして彼らもまたこういったことがいずれ起こることを察知していたため、翌朝までに騒ぎは収まったという。そして7月31日、アウラングゼーブはデリにおいて即意識を上げ、ムガル帝国の皇帝となった。一方、 ムラードバフ氏はすぐさまデリーに送還された後、サリームガル城へと遊兵され、1659年1月からはクワーリアル城へと遊兵された。1661年12月14日、ムラードバフ氏はアウラングゼーブの命によりクワーリアル城で処刑された。彼の救出計画が露見し、アウラングゼーブがその処刑が必要だと考えるようになったからだった。 ムラードバフュの処刑を担当したのは、彼がスーラトを占領して、裕福な商人から力ずくで金を取り上げていた時、殺害した街で裕福なサイードの息子らであった。サイードの息子らは、ムラードバフュの首を求め、アウラングゼーブはこれに応じる形で殺害する命令を下し、グワーリアル城に向かわせたのであった。こうして、 アウラングゼーブは聖なる法のもとに正義を執行する形でムラードバフ首を処刑したのである。ありがとうございます。